キンプリ待望のファンミーティングでアルバム発売と全国ツアーの発表。長瀬角がコメントレラら,らしいものができたら、人気アイドルグループ、キングプリンス、キンプリが2日、東京割焼ア,アリーナで待望の初ファンミーティングを開催しました。 このイベントでは、新体制発のシングル、何者、や、以前のメンバー5人時代の人気曲、ラビン・ e u を披露し、さらには仮物競争で客席との交流を図るなど、昼夜に公演で計算万人のファンと心を通わせました。そして、ファンを大いに喜ばせる発表も行われました。 8月16日にはアルバム、ピースの発売が控えており、さらに同27日からは7都市24公演に及ぶ全国アリーナツアーも開催される予定です。キンプリは5月22日に平野市要26、岸裕太27、神宮寺優太25の3人が脱退し、翌23日から新体制での活動がスタートしました。 このファンミーティングでは、新たなメンバーである長瀬連24と高橋海人24が、僕たちがキングプリンスです、という言葉とともに、爽やかな笑顔でファンの前に姿を現しました。ステージでは、何者、だけでなく、昼公演では、ラビン・ユー2022年、夜公演では、 恋はざわめき2019年といった5人時代の楽曲も披露されました。新体制で初めて5人の時代の楽曲を歌う姿にファンは大きな歓声を上げ興奮しました。ファンとの距離を縮めるため借り物競争などのゲームも実施されました。 長瀬はバナナ、高橋は納豆巻きのお題を与えられ、アリーナの席から4階席まで客席を縦横無尽に駆け巡りました。二人が寄り添う姿には感動の涙を流すファンもいたようです。さらに衣装替えの際には、ステージに残った一人がファンからの質問を即興で募集しました。高橋が客席からの、なんでそんなに可愛いの という呼びかけにそれは母にありがとうだ、ね、と素直に答えるなどファンの質問に素顔で答える姿勢を見せました。イベント終盤には、アルバム、ピースの発売と全国ツアーの開催も発表されました。高橋は、ファンの存在がこんなに素晴らしいものだと感じました。本当に幸せです。 と、感謝の気持ちを述べ、長瀬は、久しぶりにみんなの顔を見られて安心しました。二人でまだまだ不安もありますが、これからもっと自分たちらしいものを作り上げていきたいです。と、今後の活動に向けて意気込みを語りました。このファンミーティングを通じて、キンプリは新たなスタートを切り、ファンとの絆を深めることに成功しました。 今後のアルバムの発売や全国ツアーに期待が高まります。これからも彼らが続けていく輝かしい活動に目が離せません。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。